こんにちは、青森の小野です。今日はカーファクトリーターボーにお邪魔していますが、バグトラックの、最新モデルができたということで、それを見せてもらいに来ました。というわけで山本さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんか新しいシステムを組み込んだバグトラックができたというふうにお聞きしましたけども、はい、これがそうですか？そうです。これ私が乗ってる、はい、バグトラックのパネル板作った時に、はい、1号車です。一番最初に作った最初にプロトタイプで作った1号車なんですけども、はい、はいはい、見てすぐ分かるとおり、まずここですよね。なんかついてます。ここにちょっと思い切った仕掛けを、はい、簡単に言うと超快適なバグトラックパネル板になったということで、はい、これは具体的にどういうシステムになった？これはそうですね、車の中を見てもらうと分かると思います、はい、中を見るとこれはエアコンだ。これはエアコンです、はい、あーエアコン、はい、エアコンと、はい、FF ヒーター。あ、これ FF ヒーター？ FF ヒーターです。あ、室外機じゃないんだこれ。はい、室外機じゃないです。室外機は、はい、エアコンの背中が室外機になってるんで。え、このここにもエアコンが収まってる。あ、ってことはここはもうぶち破ってます。貫通してるってこと？くり抜いちゃったんだ。くり抜いちゃいました。家のドアとかにこう挟んで使う。そうっす、ウィンドウエアコンですね。エアコン入れたんだ、はい、じゃあ室外機下にあるとかそういうこともなく、ここだけで完結。こっちから撮ってもらうと、この薄さ、これでもうエアコン完結。おほー、へえ。めちゃくちゃスリムですよね。そうっすね。え、なんでずいぶん思い切ったことを。そうですね、エアコンをつけたいっていう、はい、まあ、ワンちゃんと日本中こう回って、大会に出たりしてるお客様がからのオーダーがあって、はい、でどうしてもやっぱりね、ここ近年すごい暑いですから、確かにエアコンをなんとかできないかっていう、あ、相談が1年くらい前からいただいてまして、はい、でそれでエコフローのウェーブ2だったり、うん、はい、それから車用の 12V エアコンも別な車両につけて試してみて、はいはい、いろいろやったんですけど、うん、消費電力とスペース問題、はい、室外機問題、いろいろ考える中でここにたどり着いた。はあ、やっぱちょっとエコフロー のウェーブ2とかだとまたちょっと違う。スポットで冷たい風を浴びて寝る分には、うん、まあ、試してもみて寝れたのは確かなんですけど、はい、やっぱり30度超えの室内になった時に、はい、室内を皆さんがイメージするような冷たい空間っていうか、そこまではちょっとさすがに無理で、ただ自分がちょっと休むだけだったらそれでも可能だったんですけど、うん、あとあれってこうダクトとか出るじゃないですか、排気と吸気が必要ですよね、ちょっとでそれなりにゴロッとしてるんで、うん、ね、この中にこうダクトいってるのもちょっと絵的にもっていうところもあり、スペースの問題か。そうです、何よりね、これだけしかスペース使ってないですから。これ冷えますか？めちゃくちゃ冷えます、ね、めちゃくちゃ冷える。めちゃくちゃ冷えますね。エコフローのウェーブ2とか車載用のと比べたらちょっと冷えじゃないですね。へえ。室外機がついてるエアコンもあるじゃないですか、はい、あれにしなかった。あ、そう、12V 用の、はい、あれにしなかったのは、そうですね、あのエアコン自体は、うん、まあこれに近いサイズで、はいはい、横置きなんでいろんなとこに置いたらつけれることはつけれるんですけど、うん、やっぱり室外機を、まあ、屋根の上だったり、うん、車の下だったりにつけるってなった時に、はい、やっぱ我々雪国だとそのエンカルの問題だったり、はい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 、それからこう、まあ、石とかもそうですし、うんうん、車の下とかに隠せば全然わかんないようにはできると思ったんですけど、うんうん、
ただやっぱりこの、ね、開放的な空間のどこかは殺さないとっていうところで、うんうん、めちゃくちゃ悩んで悩んで、もうちょっと自分の車だからぶっ破ってもいいかと思ってあ、じゃあこの裏はもうあれなんですね、外ですね、外なんだ、はい、あ、でこうなってんだ、そうです、うわ、随分思い切りましたね。だから、はい、ウィンドエアコン皆さんご存知だと思うんですけど、うん、簡単に取り外せるんですよね。あ、外せるようにもなってるんですか。そうなんです。はあ、だからここが、まあ、お外とつながっちゃうってことですね。え、外したらどうなるんですか、ここ。外したら、うん、まずここが、まあ、開口部普通に穴になっちゃうんで、うん、まあ今現段階のちょっと、ね、イメージで考えですけど、はい、例えばここにアクリル板的なものを貼ったり、あ、でっかい窓にしちゃうとか、窓にしちゃったらこっちから見たら車の中の電気だったり、はいはい、そういうのも見えたり、雰囲気もまた、ああ、なるほど。雪降った時は向こうから薪ストーブで見れたりとかっていうのもあるかもしれないし、はい、あ、なんだったらここにそれ用の大きさの換気扇かとかつけたりしてもいいですよね。大きい換気扇とかつけてもいいし、多分その辺は小野さんとかに使ってもらったら面白い使い方がまたうわ、これ、あ、僕のにもつくんですか。つきます。これだから僕もこれが、はい、なんだろう、プロトタイプで作った本当の本当の1号車なので、ええ、まあ、皆さんが持ってるパネル板に全員につけることが可能です、うん、あ、そうなんですね。じゃあそれを考えて、最初に買った車につけれないとかだったらね、うん、ちょっと残念だと思うんで、はいはいはい、はい、しかもこれよく見たら蜂の巣になってて、そうなんです、バグトラックですね。はい、そうなんです。 Be happy、 Be happy、 B とかかってる。いや、細かいな。ほんでこう下にはこの、そうです、クモロス、クモロスもついてて、これあれだ、 FF ヒーターの排気口が、そうですね、ガードですよね、はい、へー、いや、でやっぱりこれエアコンの背面なんで、はい、うん、吸気と排気してるんですけど、うんうん、ね、あの熱がこもったら、要は機械に負荷がかかって、はい、消費電力も上がっちゃうし、うんうんうん、それを崩さないで見た目も良くして、うん、自分のコンセプトも崩したくなかったんで悩み悩んで、ハニカム構造がぴったりだなと。これハニカム構造っていうんですか。そうですよ、ハニ六角形の、あ、強度もあるし、はい、まあ、空気の抜けもいいし、うん、これここから水入ったりしても大丈夫、雨降った時とか大丈夫。もともとウィンドウエアコンって外に面してるの。あ、そっか、はい、あ、家で大丈夫なんだ、考えたら、はあ、ちょっとめっちゃスッキリですね、これ。めちゃくちゃスッキリですね。すごいな、はい、FF ヒーターはね結構消費電力少ないから、うん、いいけど、どうですかこのエアコンって、消費電力的には。そうですね、頑張った時で、はい、一番使ってる時620から650くらいですかね。でそれを動かすのに、うん、エコフローさんの、はい、デルタマックス、そうでしたっけ、うん、2000ワットのやつ、2000ワットのやつね、はい、うんうんうん、と今度走行充電も、ああ、オルタメーターつけて、チャージャーつけて、はあ、っていうシステム。そうするともう単純に今までやってた2、3時間走って1時間休憩したり2時間休憩するのはもうエアコン全開でも何の問題もなくて、あ、フルで使えます。2000ワットで今どのぐらい、何時間ぐらい持ちますか。そのやっぱり外気温の日によりますけど、はい、マックスでずっと使ってたらどうかな、3時間とかだと思うんですけど、やっぱり実際寝るってなったらそこまで冷たくなくてもよくて、寒かったんで、はい、夏に、あ、香りでちょっと暑いかなっていう時に、はい、短パンと T シャツで、うんうん、マックスでね、ちょっと30分ぐらいの休憩だったんですけど、うん、もう全然逆に寒いぐらいだったんで、いや、すごい。ちょっとつけてみてもいいですか。あ、いいですか。中に入ろうかな。おお、すげえ。え、ここにエアコンあるってちょっと、そうですね、小野さん実際に使ってるから うん、なおそう思います、ね、そっちから乗るのはやっぱり手慣れてる感じですね。ああ、そうですね、小野さんのスタイルがいつも俺こっち側だから、だからこっからの景色で見ると圧迫感が全然ないんですよ。実際ここに座ってみたら多分もっとそう思いますね。
こうして、どうですか。おー、あ、本当だ。コロナのこれウィンドウエアコンなんですけど、はい、ワントラック仕様に変わって、ちっちゃいの塗装してある。はい、木目、これグリーンの木目になってて、あ、これもこだわってんですね。本当だ、勝手にバグトラックのロゴつけてるけど、これ本当は別で売ってるやつですね。そう、普通に市販で売ってるやつです。ちょっと白いままだと、はい、せっかくの車内の雰囲気にあれだったんで、ちょっと塗ってみました。あ、これ今でも普通に市販されてるもんだから、もし壊れても、はい、これポン付けで普通に取れるんで、はい、まあ要はね、青森から全国に渡ってる車でも、うん、もしこれがダメになってもどうすかね、だいたい 4,5 万でそのくらいで売ってるもので、多分長い年月形とか変わってないと思うんで、規格がちょっとそこは調べてみないと分かんないですけど、え、だいたいいろんなメーカーのウィンドウエアコンってだいたいこのサイズなんだ。そうですね、まあ、高さがこれちょうど外のレールの上に収まってるから、はいはいはい、そこに収まるものだったらいけるかな。はあ、いや全然圧迫感がないのが、めちゃくちゃ広いわ。すっきりするね、うん、で、ちなみに今ここテーブルないんですけど、はい、テーブルはつける予定で、あ、ここに、はい、それもちょっと普通につけたらちょっと面白くないんで、はい、ちょっとそこまた考えてるんで、うん、それがまたできたらおさんにご報告します。ああ、見たいですね。テーブルはここに別でまた2個、はい、これここにその窓つけて空間にして、うん、ここに薪ストーブ置くことは可能だから。そうなんですよ。ただ外の冬いいですね、雪見ながら、雪景色見ながらできちゃいます。薪ストーブもできると。で、あとこれ1号車だから、はい、今まで持ってるお客さん全部できるって言ったんですけど、うん、パネル板ってここにミニベッドもあるじゃないですか、はいはい、ミニベッド置いたまま FF ヒーターも使えるし、ただ どの機能も失ってないんですよ。ああ、今までのバグトラックの、はい、そのカスタムパーツが全部使えるような位置づけにしてあるんだ。そうです。ここの棚は確かに取っちゃわないとできなかったんで、うんうんうん、ここを壁全部外しちゃう工事にはなるんですけど、はい、開け閉めます。はい、暑いところの人本当にいいだろうな。いや、すげえすげえな。やっぱ全然違うな。全然違います。めちゃくちゃ冷える。普通に冷えますよ。普通に冷える。寒くなってきた。すごい冷える。寒い。やっぱパワー違うんだな。あと、はい、このエアコンを、うん、さっき言ったみたいにバッテリーで動かしてるんですけど、はい、電源ありのサイトに行ったら、はい、外部電源を使ってもらって、あ、こっからね、はい、あ、そしたら直接、まあ、無限エアコン。ああ、そっかそっか、電源サイトあればワンちゃんを連れて行ってる人も、例えばね、あの人間が食事したり温泉に入ったりする時間は全然これで行けるんで、はこれで行って、で本当に停泊する場所が電源ありだったら、もう人間も犬も、まあ、ワンちゃんが快適だってことは犬は人間は余裕だと思う、はい、超快適しようってことで、はあ、ここにちょっとロゴあるんですけど、これは何、これフォーパルって読みます。 このシステムの名前みたいなこと。そうですね、バグトラックフォーパルモデル、はい、肉球ついてますけど、はい、肉球の中にあのバグトラックのロゴが、これちょっと立体的になっててすごい可愛いんですよ。これどういう意味ですか。ポーっていうのは肉球ですね。あ、へえ、はい、で仲間だったり絆みたいな。パルはそうなの、はい、いやー、でも本当お客さんに育ててもらってる感がすごいありますね、うん、応えようと思って。青森だとやっぱり別に暑い日が短いからいっかなってなるけど、
ね、ちょっとなりますよね、うん、全然そんな我慢効くじゃないですか、短いから。そうなんですよ。だから多分このエアコンのシステムの特化した車っていうのを作るの自分も遅れたのは多分そういう感じですかね。あと、でも県外からのバグトラックのお客さんはそういう声が多かったんですね。多分ね、実際思ってる方も多いと思うし、うんうん、これ今できたのを知って、今これから制作のお客さんがもうこれにしたいっていうお客さんもすでに、あ、もう予約入ってるんですね。はい、すでにいらっしゃる。じゃあ今までのバグトラック乗ってる人もこのシステム入れたいったらできるし、できます、はい。新しく買うときには、はい、あ、まあ、バグトラックのポーパルモデルがいいですみたいな感じなんだ、はい、だからこっちもお知らせして、こういうモデルがあるけどどうしますかみたいな。あ、サウナ無番地に続きポーパル、そうです、バグトラックポーパル、はい、面白いへえ。はい、ということで今回はバグトラックのね、この横っちょをぶち抜いてしまったという FF ヒーターと冷房完備のバグトラックポーパルモデル、紹介してみました。今までのバグトラック買った方も、これ付けたいって言ったら付けれるそうですし、このペットね飼ってる方でこのモデルでバグトラックだったらいいなと思う人はポーパルモデルって頼むと、これのあのワンちゃんとかペットに対応したこの特化したポーパルモデル注文できるそうですので、気になった方は、概要欄にリンク貼っておきますので、バグトラックに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。はい、以上アモリのオノでした。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。